世田方、夜遅いですけど大丈夫ですか？何が？明日試合ですけど。いや、明日雨やろ、出てないやん、うん、しかもやんなしもグランド行くし。ああ、そうそう、大丈夫です。そうっすかね。え、やばいっすか？すみません、失礼します。はい、ずーずー、おはようございます。あ、朝です。おはようございます。もしもし、試合、今日試合するらしいっすよ。いや、グラウンドびちょびちょ、試合できひんって。え、でもなんか、グラウンドの水抜きして、するんで、早めに集合らしいです。失礼します。ねえねえ、今日の試合も気合入れてやっていきましょう。もう相手さんももうすぐ来られると思うから、迎える体制をしっかり作ってね。あの監督、え、ちょっとグラウンド水えぐくないですか？スポンジでもちょっと限界ありますし、試合中止でよかったっちゃいますか？お前らや、相手さんがな、わざわざ来てくださんねや。何としても試合できる状態を作る、それが礼儀やろ、お前。野球人として。え？自分らだけでやっとんちゃうねん、お前。ねえ、今日全体練習か？うん？我々だけの練習か？だったらまだええわ。わざわざ今日のためにな、相手さんも準備して、わざわざこっちまで来てくださっとんねん、お前。ほんならお前できる状態を作る。こっちから中止なんてできるかいよ、お前。なあ、はい、考える、はい、そういうところはね。まあ、お前ら、あいつだろう。監督、相手チームの監督さんいらっしゃいます。どうも、どうも、すいません、わざわざ。どうす、失礼します。どうも、いや、今日お願いしますね。うん、いや、これ、試合できる。え、え、いや、まあ、でも、スポンジは一応、そうですね、今やってるんで、状態としてはグラウンドビシャビシャやんけ。こんなんもう中止でやろ。バル、え、バルバルバル。まあ一応できる状態を、うちとしてはできる状態を作ってっていう形ではあったんで、まあもしあれやったら。いや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 、事前連絡くれたらよろしいですよ。こんなんもう試合になれへんよ。もう今日なしですか？あ、もうすまんよ。わざわざどうか、相手チームのことも考えてもらっていいですか？なる、すいません、失礼しますね。失礼します。どうぞ。よろしくお願いします。なるなる、増え続ける練習時間のスマホゲーム。部員たちのサボりに打つ手はあるのでしょうか。早速チームにとって害悪なニュースです。増え続ける練習中のスマホゲーム。先週の練習でも監督が来ているのに気づかないほど夢中になっていたサボり部員たち、同時に4人もチームから出される異常事態となりました。部員たちはベンチでスマホゲーム。グラウンドに車で到着した監督がベンチに着くまで約4分。この4分間にできることはないのでしょうか？そうですね、僕が一応見張りを任されていたんですけど、僕もスマホゲームをしてしまいました。まあチームから出されてしまったのはしょうがない。この期間でしっかりスマホゲームのレベルアップをしたいですね。はい、ということですが、オフィスケキャスターどうお考えでしょうか？いやもうね、大変憤りを感じておりますよ。今ね、チームはとてもええ感じやったんですよ。スマホゲームやら練習時間にもう本当にやめていただきたい。特にね、インタビュー受けちょった部員 S、 あいつなんかもう反省すらしてないでしょ。なるほど、
そもそもあの練習時間は野球をするもんですから、その時間にスマホゲームをしてること自体にどういう…おや？なる、なる。次です。自主練の参加人数がついに0人になりました。オフの日も自主練を設けていたアメプラ野球部でしたが、ついに参加人数が0人に。意気込んでグラウンドに来た監督が一人でT打撃をする異例の事態となりました。こちらが直近10回分の自主練の参加人数です。明らかにこの4回前の自主練から人数が一気に減少しているのが分かりました。取材班はこの日何があったのか徹底的に調査しました。なんか監督が編み出した解放エクササイズとかいうわけわからないトレーニングをさせられるようになって、もうやってられないですね。解放エクササイズが嫌で自主練に行くくらいならバッティングセンターに行った方が練習になります。そうですね、解放エクササイズが嫌で自主練は行かなくなりました。監督は別にトレーニングの知識は豊富なわけじゃないから、自己流のトレーニングとか押し付けないでほしいですね。僕はもともと自主練行ってないですね。はい、ということですが、この解放エクササイズという無能なトレーニングと自主練の参加数はつながっているのでしょうか。確実にそうですね。もうこれは専門的観点から見て絶対にそうです。なる。小石キャスターはどのようにお考えでしょうか。まあまあまあ、でもどうですかね、その一概にそれだけと決めつけ、おやるの。次です。監督のミーティング、誰も聞いていなかったことが判明しました。なる。監督の1時間以上のミーティング後にアンケートを取ったところ、長すぎて聞いていなかったが6割、長くなくても聞かないが3割、聞いたことがないが1割という結果になりました。非常に深刻な問題だと考えています。チームから出ろが口癖の監督ですが、本当にチームから出るべきなのは監督かもしれませんね。確実にそうですね。これは専門的観点から見ても確実にそうです。なる。ホイスケキャスターはどのようにお考えでしょうか。そうですね、うん、まあでも色…おや？今日あれ女子マネージャー2人来るらしいっすよ。ガチ？よっしゃ。そうか、はい、そうか、ちゃいますって。やっぱポスターのせいっすよあれ。てか監督、え、部内恋愛ありっすよね。うめぇ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 、考えといてる。頼みますよガチで。うめぇ考えといてる。あ、来ました来ました来ました、行ってきます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう、来てくれて。ポスター新しいの見てくれた？あ、そうです。なんかもともと行きたかったんですけど、なんか前のポスター怖くて。ほらだからやそうっすじゃん。でもめっちゃ笑いました。え、あれもうないんですか？あるよ、見る。え、見ていいですか？じゃあ言うとけんよ。ありがとうございます。ナイスキャッチです。なる。船連禁止。なる。いやでもやっぱさ、野球部ってかっこよくない？うん、どういう人がいい？やっぱ野球部らしく短髪の人かな。うん。でも髪長くて野球もできるみたいなかっこよくない？あ、本気出したらすごいみたいな。あ、確かに。やっぱ髪長い方がいいか。うん。でもさ、うん、意外とヤンキーみたいなのもよくない？野球部やけどヤンキーみたいな。うん、え、わかる。それ一番好きかも。うん、でも、うん、ヤンキーで言うとおじさんのヤンキーとかめっちゃかっこいいかも。それ野球部の監督がヤンキーとか惚れてしまうかも。いや、まあでもそれはキモい。確かに。すいません、マネージャーさん2人とも、はい、仕事内容教えたいんで来れますか？あ、はい。はい、じゃあこっちで教えます。はい。
で、まあ、改めてやけども、今日からね、ひなちゃんとりんかちゃんが、チームに来てくださいました。まあ、ね、マネージャーの仕事をどうやってやっていくかとか、まあ、マネージャーのオフとかもね、いろいろ決めていきたいところではあるんやけど、まず、まあ、自己紹介しようか。はい。それぞれ。じゃあ、いいよ。ひなです。実は野球部には前からマネージャーになりたいと思ってました。うお、嬉しいの。はい。選手たちの試合のデータも調べてあります。マジ？はい、ありがとうございます。ラッキーリーグは通算打率が3割0分9厘、うん、で通算本塁打が12本、防御率が 2.36 でした。お、傾向としてはランナーが出ずに終わる回が多かったことと、監督が采配した後は無得点に終わる回が圧倒的に多かったです。反対に監督が采配していない回は圧倒的に点が入りました、はい、そして監督のサインミスも目立ちました。あ、じゃあ、うん、まあ調べたな、うん、これはな、なんちゅうやろ、その、まあ、一概にも言えないっていうところもあるけどな、うん、なんで試合中の、試合中のなんかな、あれがあるから、うん、試合中のあれとかもあるから、あんま一概には言えないんやけども、うん、まあまああえて言葉選ばずに言うやとしたら、そうね、余計なこと言うなよ。バル。そうやで、采配も大変やし、監督がチームをまとめたから全国が決まったんやから。私も一人一人の成績を見て、うん、かっこいい異名をつけると盛り上がるし、いいかなと思いました。ほう、そうです。異名。はい。いいね。例えば、3年生の翔太くん。あ、はい。うまい。バッターもピッチングも投打の活躍が凄まじかったので、うん、これぞ野球界の天才両生類、うん、奇跡のドラゴン。おお、いやいやいや、出す。日野くんも練習試合ではすごくて、特にスピードと爆発力は凄まじです、まあ、爆発のスピードスター、新速のチーター。おお、いいね。ちょ、お前ちょっと良すぎちゃう。まあまあね、雪村くんは走行しそう。まあまあ、まあ、ゆきゆきもええやけど、先生ないの？あ、ありますよ。先生も欲しいよ、それ。ある？あります、あります。先生もちょうだい。まず、統率力によるチーム形成のうまさ。さらに視野を広く持ち、グラウンド上まるで軍師のように使う知的な点。はいはいはい。あと、さっきのリーゼントがキモかった点から、キモリーゼント人間。野球関係ない。いや。統率力によるチーム形成のうまさ、はい、そこまで。それに視野を広く持ち、はい、グラウンド上まるで軍師のように扱う知的な点、うんうん、いいね、いい。さっきのリーゼントがキモかった点から、はい、キモリーゼント人間。野球関係ないやなる。いや、いやって野球関係ないや、いやおかしい、うん、はい、でもさっきのリーゼント、あ、俺何やったっけ、奇跡のドラゴン。ああ、うん、まあそうね、はい、ヒノが新速のチーター。そうそうそう、聞いて聞いて。芸術の大鷲。おお、かっこよ。まあでもいいよ。なる。え、監督何だっけ。まず統率力によるチーム形成のうまさ。なる、うん、さらに視野を広く持ち、まるでグラウンド上を軍師のように扱う知的な点、うん、で、さっきのリーゼントがキモかった点から、キモリーゼント人間。ちょっとそれおかしいのだから。ほんで、ドラゴン、チーター、大鷲です。キモリーゼント人間。人間って、はい、だってドラゴン、チーター、大鷲で人間、はい、異名。キモリーゼント人間。まあでも、まあでも、まあでもおかしい。あ、そ、そういうことか。はい、どういうことや。じゃじゃーん。おい、ひらが先輩のノートが出てきたわ。お前これでやぞ。お前掃除したらな、見つかったよな。はい、ああ、お前らこれ見て、ノートに書いて勉強せ。おー、はい、ああ、これ貴重や。しっかりと真面目に書かれちょる。いくぞ。おい、なる。ああ、そうしようか。ああ、燃えるゴミ出しとけ。あ、はい。ああ、おい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 、監督、え、OB さん来張りました。OB、 はい、平賀先輩です。なる。あ、平賀。はい、監督久しぶりっすね。元気しましたか。うん、うん、平賀、もう元気やった。そうっすね、まあまあぼちぼち。ああ、よかったよかった。なあ、あれやな、はい、あれ、
空ってこんな、あれ青かったっけ、あ、そうか、青いか、空、あれ丈夫な、まあこんなもんじゃないですか、こんなもんです。あ、そういえば上田って覚えてます？僕と同期で監督とめっちゃ仲悪かった。あ、上田ね、おったの、おったの、よう喧嘩したわ。なんかあいつひらがノートってタイトルで監督の悪口めっちゃ書いてたらしいっすよ。ひらがノート？上田が？はい。おおおおお、今日あの寮のお掃除で出てきたよ。お、やっぱせやんな。いや、それあれひらがなわけないよ。先生分かっちゃったよ、字で。あれ上田の字やなって思っちゃって、あいついたずらな、ああいうのしようってバカだねが、ほんま。うん、先生やっぱせや。それで僕も懐かしくなって持ってきたんですよ、昔書いてたやつ。え、お、ひらがノート？本物？はい、お、す、ガチのやつ？はい、ちょっと後輩読ましてもいいか？大丈夫です。おい、おい、マジのひらがなことは勉強してもらえ。おい、みんな機会待ってないことは、おい、はい、来なさい来なさい。お前ら、これがひらが先輩のノートや。な、しっかり勉強してもらえ、書き方。あ、すまんな。あ、行くぜ。よっしゃ、英語と書かれとるはずや。おい、嘘だろー。はい、そうやった、練習行こう。はい、練習行こう。はい、練習練習か。お前らや、もう少しスポーツマンらしくできんのか。例えばこのユニフォームの着こなし方や、なるだらーんとなやだらしな、もっと入れなさい、こうやってインなる。はい、スポーツマンはインお前もなる、インしな、スポーツマンらしくせよ。先輩たち、今日から新しいマネージャーの子が来るみたいですよ。うん、どんな子が来るんですかね。可愛い子ですかね。楽しみだー。マネージャーの子どうでもいい、それよりオフ来るよな。マネージャーのエマです。スポーツマンがタイプです。よろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくお願いします。まだ使う。お前、エマちゃんがこの野球部で誰が一番かっこいいか聞いてこい。任せなさい。監督みたいです。おっそっそ。今ええ感じやね。お前ら今日一日お疲れ様でしたね。エマちゃんも初日からお疲れ様。はい、なんか言うたてくれ。はい、今日一日お疲れ様でした。初日ですごく緊張していたんですけど、みんなが優しくしてくれてとっても嬉しかったです。スポーツマンが多くてかっこよかったです。特に監督のグラさんがすごくかっこよかったです。グラさんが似合う男性って素敵。エマは部活に来れる日は少ないけど、部活にエマが来ていない時間帯もみんなスポーツマンらしくいてくれてほしいな。最後に、監督さんはいつも一生懸命で、嫌われるのを覚悟で部員のみんなと向き合っています。お前ら、ぐーっともっとため作れ。すごい重要感だからお前らしかやれよ。そんな監督さんをリスペクトして、どうかどうかいいチームを。あ、時間です。なる。時間。いや、あの、最後のセリフだけず、いやいや、無理無理無理。じゃあ時間なんで延長料金払ってもらう。それでいいですか？延長料金は…あ、30分5000円。5000?! うん。じゃあ、ちゃっちゃと会計して。3万ね。チップねえのかよ。なる。こうさ、レンタル彼女にさ、マネージャーさせるとかマジ決めよ。なる。また呼んでね。ねー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 、レッツゴー解放、解放エクステンション、レッツゴー解放、解放エクステンション。